中止に行くしかない。その今回の件でですね、赤木雅子さんの訴えをですね、ポンとお金払うから裁判打ち切りだと、要するに金払えばいいんだろうと、俺たち承認するのも嫌だよと、だから1億700万払うんだと、それ見てる学生たちがですね、なんだとこれはということを思うんですね。で一番ないわけですよね。で先週の木曜日でしたら、あの日経新聞が小さな小さな記事なんですけど、2027年に一人当たり の GDP、これは韓国に2027年に抜かれると、から2028年には台湾に抜かれると、いつの間にか先進国だと言ってた日本はですね、アジアの中ではむしろ貧しい側に、位置すると、自分たちで先進国なのを持ってるのは日本国民だけであって、海外から見れば発展途上国のちょっと上にいるというような状況になっていると、でこういうかつてはこれだけですね、世界で3番目とか言ったこの国をこの10年15年の間になんでここまで落としてしまったのかということをやっぱり真剣に考えないとですね、豊かさだけを言ってるわけじゃないんですけども、先ほどの放火の件にしてもそうですけど、やっぱりこの国が衰退して壊れていってんじゃないかということを真剣に考えないとですね、我々がバトンタッチした例えば西川さんですの世代って、一体世界の何番目のとこぐらいの国でこれから生きていくのかということになってると思うんですね。まだまだある程度ワクチンなんかもですね、入手できるだけの経済力あるかもしれませんけど、あと10年後になったらよその国のように欲しいって言ってももうお前のところには回らないよというような国だってなるかもしれないという危機感を持ってるかどうかだと思うんですね。ですね。はい。